皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はダイエットが停滞した時にやるべきことをお話ししていきます。まあダイエットとかね、減量していくとなかなか体重が変わらん、そして見た目も変わってる気がしない、必ずと言っていいほど停滞期というものが来ます。目標としている数値や体型に向かってもうスルスルと順調にもう落ち続けて、もう何にも苦労しませんでしたっていう方の方がまあ稀です。大体の方は途中で、あれ体重落ちないし体型も変わってかないしどうしようっていう時期が来るものなんですね。まあ私もね、長いこと大会に出てますけども、まあ毎年のようにですね、全然体脂肪が落ちない、で見た目も変わんなくて、いやー落ちねえなーこれって苦労する期間が絶対ありました。まあなので今回はそういった停滞期が来た時にやってほしいことについて解説をしていきます。まあまずね、その停滞の原因が本当に体脂肪が落ちてないことによるものなのか、水分の関係で体重がねただ落ちてないように見えるだけなのかっていうのはあるんですけども、今回はその辺はね置いておいて、本当にね体脂肪の落ちも止まってしまって完全に減量が停滞しているという前提でお話をさせてください。そのような状態の時にまず何をするかっていう話なんですね。よくね SNS ですとか YouTube なんかを見てると、そういう停滞期が来た時にチートを入れて代謝を上げるとかね、ハイカーボデーを入れて代謝を上げるとか言ってね、よく解説をしている方がいらっしゃったりするんですけども、実はそれよりも先にやってほしいことがあるんですよ。それは自分の摂取カロリーを見直すっていうことなんですね。全くですね、食事の計算を何もせずに減量をしているっていう方はいないと思います。好きなものを好きなだけ何も気にせずに食べて、それでなんとか運動だけで痩せようと思っている方はまあなかなかいらっしゃらないと思うんで、皆さんですね、程度の差はあれと何らかの形で摂取カロリーとか栄養素の量っていうのを測って、で大体1日にこれぐらいの量を食べて減量をやっていこうっていう風にダイエットを進めていると思うんですけども、この自分で計算してこれぐらいだなって見積もっている摂取カロリーが実はですね結構誤差が大きいんだよっていうのを頭に入れておいていただきたいんですね。これも実はいろんな研究でですね、自分が思っている摂取カロリーと実際に摂っている摂取カロリーの間に差があるっていうことが明らかになっています。ある研究では被験者の方たちが自分で計算した数値と実際の数値を比べたところ、自分で計算した数値の方が実際の数値よりも500キロカロリー少なかったっていうことがあります。なので例えば自分で今2000キロカロリー取ってると思ってたにもかかわらず、実際には2500キロカロリー取っていたっていうことになるんですね。自分で思ってたよりも500キロカロリー余分に取ってたっていうことなんですね。この500キロカロリーの差がどれぐらい大きな差になるのかと言いますと、例えば体重70キロの男性が、よし次に2キロ痩せるぞっていうことで、じゃあ500キロカロリーねマイナスになるように食事を組み立てましたと。でも実は500キロカロリー実際に取ってたカロリーが多かった。そうなると摂取カロリーと消費カロリーが全く釣り合ってる状態になってしまうので、いつまで経っても体重が変わらない、体脂肪も落ちないっていうことになるわけなんですね。なのでこの500キロカロリーっていう数値はダイエットをしている方にとっては結構大きな違いになって出てきてしまうっていうことは頭に入れておいてください。そしてまた別の研究では、プロの栄養士の方と一般の方で自分で計算した値と実際に測ってみた値とどれだけ摂取カロリーに差があるのかっていうのを調べました。この研究ではプロの栄養士の方々は自分で計算したよりも200キロカロリー多く摂っていた。で、一般の方は自分で計算したよりも400キロカロリー多く摂ってしまっていたっていう研究結果が出てます。そうなるとプロの栄養士ですら自分で計算した値と実際に摂っているカロリーの間に差があるんだから、一般人の我々が自分で計算した値っていうのはほぼ確実にズレがあるというふうに思っておいた方がいいです。それも自分で思っているよりもたくさんカロリーを摂ってしまっていると思っていただいた方がいいです。
なのでまずはその自分で設定して計算しているカロリーとか三大栄養素の量がちゃんとその通りの量取れてるのかな、ずれてるならずれてるでどれぐらいずれてるのかなっていうのをしっかりと把握していただきたいんですね。そこを把握せずに代謝が落ちてるのかなとか、じゃあカロリーを落とそうかなとか、いろんなことを考えても、まずどれだけ食べてるのかがはっきり分かってないのに、そういういろんなことを対策してもですね、なかなかうまくいかないんですね。なのでまずはそうやっていろんな対策を考える前に、自分がどれだけ食べてるのかっていうのをなるべくね、誤差なく知れるようにしていただきたいということになります。じゃあその計算と実際に摂ってるカロリーのズレを少なくするためにはどういう方法があるのかっていうことを私がね3つご紹介します。1つ目はなるべく自炊していただくっていうところにあります。今はかなり便利な時代でですね、コンビニの、まあ、お弁当とかおにぎりとかスーパーで売ってるお惣菜とか、そういった食べ物にも栄養表示がついていて、カロリーとかそれぞれの栄養素の量っていうのを簡単に知れるようになってますよね。なので外食が多い方とかコンビニとかねスーパーでの買い食いが多い方なんかは、そういったね栄養表示を見てカロリーの計算をしている方もいらっしゃると思います。ただこの栄養表示にも落とし穴があって、実はこのね主要な栄養素、例えばタンパク質、脂質、炭水化物、糖質とかね、そういった主要な栄養素っていうのは栄養表示の表示してある値から実測値がプラスマイナス 20% までの誤差が認められてるんですね。なので栄養表示に炭水化物 100g って書いてあったら 80g から 120g の間まで入ってていいですよね。まあ簡単に言ってしまうとこれぐらいのズレがあるわけなんですね。まあ、なので実はその栄養表示に書いてある数値っていうのも誤差が結構出てしまうというところにあるので、やっぱりそういったね出来合いのものを買うよりは面倒ですけども、自分で食材をねそれぞれ買ってきて、でそれをしっかりと量を測って自炊していただくっていう方が、計算した摂取カロリーと実際に摂ってる値っていうのは乖離が少なくなるのでおすすめです。そして2つ目がきちんと計量するっていうところにあります。例えばですよ、鶏胸肉を1食で 200g 取りますってなった時に、皮付きで 250g の鶏胸肉、 250g かちょっと多いけど皮取って重量少なくなるし、これでまあ 200g とするかって思ってやってる方すごい多いと思います。私もだいたいそんな感じでやってるんですよ、減量の最初の頃はね。まあそんな適当な計算でも痩せられるからなんですけども、実際に鶏胸肉から皮を取ってその 250g が何 g になるかって測ってみないと分かんないわけじゃないですか。そういうところでズレが積み重なっていくと、それがね1ヶ月2ヶ月経つにつれて大きな違いとなって現れてきてしまうので、面倒でもしっかりと皮を剥がした後で重量を測っていただいて、その状態で 200g になるようにきっちり調整していただくとか、あとはご飯の量とかね、1食で 150g ねご飯食べましょうっていう風に決めたと、ご飯持って測るじゃないですか、 155g と出ました。まあ 5g ぐらいならいいか、ビビたる違いだしな、まあいいかと思って食べちゃったりしてませんか。私もよくやっちゃったりするんですけども、これも 5g の違いが積み重なると結構大きなズレになってしまうので、きっちりと 150g と決めたら 150g 測る。まあお肉もそうですよね、1食で 200g 食べると決めたらしっかりと 200g になるように量を調整していただく、そういうのも時には必要になってきます。そして最後3つ目なんですけども、カロリー計算ツールを使って口に入れる全てのものを計算していただくっていうことにあります。どういうことかというとですね、まあよく私この食事のね説明するときに、だいたいお肉とかお魚 100g につきタンパク質 20g と思っといてくださいっていうね説明を、まあざっくりとね分かりやすくしたりするんですよ。で自分が減量する時も、本当に減量の初期の頃なんかは鶏胸肉 100g でタンパク質 20g で他の脂質と糖質はもうゼロとして考えるみたいなね、大雑把な計算をしたりするんですよ。でそういう計算方法でやってる方が大半だと思うんですけど、厳密に言うとですよ、厳密に言うと鶏胸肉 100g あたりのタンパク質量っていうのは 20g ジャストじゃないですし、少量ではありますけど脂質って入ってるんですよ。
1グラムとかね、2グラムとかそれぐらいの量になりますけど、それぐらいの量が積み重なってくるとまたこれも大きな違いになってくるわけなんですよね。私なんかは鶏胸肉を本気で減量しているときは1日に1キロぐらい食べるものなので、例えば鶏胸肉の脂質をゼロとして計算します。で1キロ食べるとすると、実際はね、鶏胸肉 100g に 1.5 グラム脂質が入ってました。でも僕はゼロとして計算してます。ってなると1キロ食べると15グラム違いが出るわけですよね。脂質の量で、脂質15グラムのカロリーっていうのは135キロカロリーあるわけなんですよ。この135キロカロリーの違いが1ヶ月30日積み重なると1ヶ月で4050キロカロリーの違いになるわけなんですよ。体脂肪を1キロ落とすには7200キロカロリー必要って言われてます。なので単純計算で鶏胸肉に入っている脂質の量だけでも 0.5 キロから 0.6 キロ分ぐらい摂取カロリーに違いが出てしまうわけなんですね。これは長期間になればなるほど効いてくるわけなんですよ。こういうのが減量が停滞する原因になってきたりするので、だいたいこの食材だったら 100g あたりこれぐらいのタンパク質があって脂質はまあほとんどないようなもんだからゼロだとしてみたいな大雑把な計算をしてしまうと、思わぬところで摂取カロリーのズレが起きてしまうんですね。なのでそういう場合には、面倒でもカロリー計算アプリに全部の、ね、食材を入れていただいて、しっかりと正確な数値で計算をしていくということは効果的になってきます。そして見落としがちなのが調味料の摂取カロリーですね。これもね、本当に微々たる量ではあるんですけども、醤油とかね、みりんとか白だしとかケチャップ、マヨネーズ、そういった調味料にもカロリーっていうのは含まれてるわけなんですよね。特に砂糖が入ってたり脂質が多かったりするような調味料っていうのは、それだけ摂取カロリーも多くなるわけです。例えばケチャップなんかはね、砂糖が入ってたりするんで思ったよりも摂取カロリー多くなりますし、マヨネーズは油が非常に多いですよね。その分カロリーも多くなります。あとは炒め物したりするときに油引いたりすると思うんですけども、これもカロリーになるわけなんですよね。なので調味料とかね、調理に使う油とかね、そういったものもカロリー計算アプリに全部入れてしっかりと計算するということができると、実際に自分がどれだけ食べてるのかなっていうのを知るいい機会になるので、ぜひやってみていただければなと思います。ただここまで紹介した摂取カロリーを正確に知るための方法っていうのは、減量が停滞した時に自分の現状を見直すには非常に効果的ではあるんですけども、毎日ねきっちりやろうとするのはおすすめしません。必要に応じてコンビニやスーパーで買ったお惣菜とかね、出来合いのものでなんとかこう食事をね成り立たせていた方が、減量のために全部自炊にしようとするともうストレス半端ないですよね。買い出しもね面倒ですし、そこからまた調理して洗い物をしてっていうのもものすごいストレスがたまるわけです。いちいちですね、買ってきた食材を 1g 単位で決めた量を測って取るっていうのも、それもそれでめんどくさいですよね。でカロリー計算アプリにいちいち今日はこれをこれだけ食べて、今日はこれをこれだけ使ってみたいな、そういうのを入れて計算するのもまあめちゃくちゃめんどくさいですよね。そんなことを続けてしまってはストレスで潰れてしまって減量続けられなくなってしまうので、毎日やるっていうのはおすすめはしないです。こういうのは減量が停滞してしまった時に自分の摂取カロリーのズレがだいたいどれぐらいなのかっていうのを一回知るためにやっていただくぐらいに留めておくのが妥当なところかなと思います。一回ですねきっちり計算したら、あ、今2000キロカロリーで計算してたけども実際は2500キロカロリー取ってたんだ、だいたい自分が計算したよりも500キロカロリーぐらい余分にカロリー取っちゃってるんだなっていうふうに分かると、まあそのズレをね見越して摂取カロリーを設定できるようになるので、まあそれ以降はですねきっちりやる必要ってあんまりなくなってくるんですよね。でまた停滞した時には今設定してるカロリーより500キロカロリーぐらい余分に取ってるかもしれないから、ちょっと500キロカロリーぐらい落としてみようかな。でそれでしっかり設定した通りのカロリーになってちゃんと体重が落ちるかどうか、体脂肪が落ちるかどうか見てみようっていうようなチェックができるようになるので、面倒ですけども一回その自分で計算した数値と実際に取ってる数値の差がどれぐらいあるのかっていうのを測るために、これらのね方法っていうのを使ってきっちりですね自分の食事内容っていうのを把握していただくっていうのは非常にねいい方法になりますので、試していただければなと思います。ということで今回は減量が停滞した時にやってほしいことをお
話しさせていただきました。実際に取ってるカロリーと自分で計算して想定しているカロリーとの間には乖離が結構ありますよと。そのズレが時には結構大きな影響を与えることがあるので、減量が停滞した時には一旦ですね、自分が計算した値と自分できっちり測ったカロリーとどれぐらいズレがあるのかを知るために、いろんな方法を使ってみてはいかがでしょうかというお話させていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビーレジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップ、クリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもですね、ビーレジェンド毎月新商品やお得なセール開催しておりますので、そちらの情報も概要欄からチェックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。